皆様、はじめまして。有限会社熊谷ケア企画取締役を務めております熊谷美久と申します。本日は短い時間、12分という短い時間ですが、どうぞ私のお話を聞いていただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私、秋田県能代市にありますグループホームあぜ道というところを、経営させていただいております。合わせまして、個人活動としてイメージコンサルタントというお仕事をさせていただいております。ちょっと聞き慣れない、お仕事かと思いますが、簡単に言うと、見せたい自分、なりたい自分をどういうふうに作っていったらいいかという部分を、外見の面、そしてメンタルの面、そして、自分の仕草、立ち振る舞いなんかを合わせてお話をしながら、そのクライアントさんのなりたい自分を実現していくお手伝いをさせていただく仕事というふうに、覚えていただければなと思います。で、私と介護なんですが、私が介護の世界に飛び込んだのが12年前、私今32歳なんですが、20歳の頃に介護のお仕事をさせていただきました。両親がグループホームを経営しておりましたので、そこを手伝うという形で介護の世界に入らせていただいております。それから8年間現場経験を積んでから運営側という部分で運営の方に携わらせていただきました。で、現在の私なんですが、先ほどもお話ししましたイメージコンサルタントという活動、そしてキャリアカウンセラーという活動もちょっと少しずつやらせていただいております。なぜこのようなお仕事、介護の仕事をしていたのに、なぜそっちの方に興味を持って合わせて活動し始めたのかという部分、ちょっとお話をさせていただきます。今に至るきっかけというのが、まず私、介護のお仕事が大嫌いだったんですね。はい、はい、両親がグループホームを経営しておりましたが、立ち上げたのが私が高校2年生の頃でした。思春期の私にとっては、自分のおじいちゃんおばあちゃんよりも、年のいった高齢者の方々が集まる場所というのがすごく行くのが嫌でしょうがなかったんですね。ちょっと思春期の頃なので、私今思うとちょっとバカだったなと思うんですが、そんな介護の仕事が嫌いだった私が、両親の会社をいやいや手伝い始めたのが20歳の頃でございます。で、そこから、何年か、2年ほど現場経験を積んだ時に、統合失調症の方が、施設の方に入ってきました。それまで認知症の方のケアをしてきた中で、統合失調症という病気の症状、それにすごく衝撃を受けまして、どうしたらこの人たちは幸せになれるのかな、笑顔になるのかなっていうのをちょっと真剣に考えてみようかなと思ったのがきっかけでした。で、そこからいろいろな試行錯誤をしていく中で、私自身そのお仕事の楽しさというものに気づいてきたというのもあるんですが、合わせて、職員がその自分のケアに自信が持てなくて、どん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 お仕事を辞めていったという状況がございました。その時に、やっぱり思いだけじゃできないんだなってちょっとショックを受けたんですね。で、やっぱり自分が利用者さんに寄り添うのはもちろんですが、これから自分がこの会社を背負って立つってなった時に、やっぱり職員側にも寄り添わなきゃいけないなというふうに感じたのが、今のイメージコンサルタントだったりキャリアカウンセラーというお仕事をするきっかけとなりました。で、介護の現場、現在の現状なんですが、離職率の増加が大変叫ばれております。こんなに高齢者がどんどん地域の中で増えてきた中で、その高齢者をサポートする私たち介護職、そしてケアの専門家という人材がどん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 現場から離れていくっていう、この状況を何とかしなきゃいけないな、私に何ができるかなというふうに思い始めたのが、今のお仕事をするきっかけにもなりました。じゃあ皆さん、介護の仕事だけじゃなくてもいいです。皆さん医療現場の方だったり会社員の方だったり、たくさんいろんな方がいると思いますが、何のために仕事をしていますでしょうか。何のために
今の仕事を選ばれたでしょうか。これ究極の質問だと思うんですね。なんで仕事するの？お金のためという人もいますし、自分のやりがいのため、関わる人たちのため、いろんな考え方があると思います。ただ私が介護現場で、これまで12年間携わらせていただいた中で、介護の現場の方々が、利用者さんの笑顔が見たいだったりとか、満足している時の穏やかな顔が見たいというような、仕事をする理由をそのようにお話をしてくれました。じゃあそういった、仕事をする理由を持つ中で、じゃあ介護のゴールって何なのかなっていうふうに考えました。介護のゴールって一体皆さん何だと思いますでしょうか。穏やかな自分が満足のいく死に方をしたらゴールでしょうか。この余生を自分が暮らしたい場所で自分のやりたいように暮らすことがゴールでしょうか。というふうに、いろんなスタッフさん、そしてさまざまな施設の方にこう講演だったり研修だったりをさせていただく中で、いろんなお話を聞かせていただきました。さまざまな意見あるかと思いますが、ゴールってその人にしかわからないものだと思うんですね。例えば利用者さんのゴールっていうのは利用者さんにしかわかりません。スタッフのゴールっていうのはスタッフにしかわかりません。じゃあ仕事の中でどんなゴールを設定する必要がありますかということをちょっと考えていただきたいなというふうに、日々お話をさせていただいております。これですね、あなた自身のゴールは何ですかという部分です。利用者さんの笑顔が見たい、穏やかな顔が見たいという仕事をする理由ももちろん大切だと思いますが、じゃあ利用者さんの穏やかな表情を見て、あなたはどういうふうな気持ちになりたいですかということを考えていただきたいなということをお話しさせていただいております。穏やかな顔を見て、私が幸せな気持ちになりたいですだったら大丈夫です。穏やかな笑顔、穏やかな顔を見て満足してたらダメなんですね。そこから自分がどう感じるか、どういうふうに気持ちを持っていくべきかという部分を自分の中で明確にしなければ、仕事のやりがいにつながっていきません。幸せの基準、そして、自分のゴールの基準を他者に求めているのが、穏やかな顔が見たいという目標設定です。そこを自分の基準にぜひ合わせて持っていってほしいということを日々お話しさせていただいております。自分がどういうふうになりたいのか、仕事を通じてなりたい自分を実現するというのは、自分の幸せ、自分のゴール、それが何なのかということを、自分の中にきちんと落とし込めた状態で考えていくべきじゃないかなというふうに、考えております。では明日から何をしますかということを必ず私最後に聞かせていただいてるんですが、今すぐできることって本当に簡単で、皆さんがお仕事をする理由でも何でもいいんですが、人生の中で自分が一番欲しいものって何ですかということを、質問させていただいております。その中で例えば、お金とかでもいいです。お金だったら、じゃあお金を得ることによって何が手に入りますかということをどん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 ブラッシュアップしていってほしいんですね。そうすることで最終的に行き着く部分ってやっぱり自分の幸せだったりとか、自分の満足感、そういう部分に行き着くかと思います。どんなに家族が大切と言ってても、家族がいることによってあなたは何を手に入れることができますかと掘り下げていくことによって、家族がいることで、あ、家族の笑顔が見れる、笑顔が見れるということは私は幸せを感じるというふうに、必ず最終的な視点を自分に持っていってほしいということをお話しさせていただいております。そうすることによって自分のゴール、自分の人生は自分の責任で幸せになっていくということを、自分の中に落とし込めるのではないかなというふうに考えております。そういった
お話をさせていただく中で、皆様聞いていただいた一人一人が、自分のゴール、自分はどんな人になりたいのか、そして人からどういうふうに見られたいのかということも合わせて考えていきながら、なりたい自分にどん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 近づけていっていただきたいなと思います。私イメージコンサルタントとしてお仕事をしていく中で、介護の仕事以外の方にもお話をさせていただくことが多いです。むしろ介護の現場の方にお話をさせていただくことってあんまりないんですが、そういった方々、また、医療関係者とか、そういう高齢者だったりいろんな方と関わる方々にこそ、そういう自分のゴール設定を明確にしてほしいなと日々感じております。なので、そういう部分ぜひ、今後もそういったご職業の方にいろいろと広めていきたいなと思っておりますので、これから秋田県の中でもそういうことに興味を持っていただける方がどんどん増えていただくこと、願っております。つたない話でございましたが、簡単で申し訳ありません。これで私のプレゼン終了させていただきます。ありがとうございました。